こんにちは、エレガントサイクルです。いつものメガネ駐車場に来てます。もうね、メガネをなくさないようにメガネをね、かけてこないことにしました。コンタクトにしました。今日今から江田島っていうところの切り口っていうところに向かいます。で、なぜそこに行くかというと、また例のおじさんってKさん、おじさんがなんかね、イタリアに行ったことある人らしくて、どうやらね、その江田島のある場所が、鍵閉めた、なんかイタリアの風景にそっくりらしいんですよ。で、それを今まで知らずに江田島を走ったんで、ちょっともう今時間が12時46分で1時半のね、フェリー乗るんですけど、本当にそうなのかと思って確認しに行きます。で、なんかイタリアで飲んだレモネード、なんつったかな、レモネードな、なんつったかな、イタリア語になんかあるらしいんですけど、ちょっとレモンっぽい服で今日来ました。だからちょっとね、行くんで、それで今日、なんで今日スタートが遅くなったかというと、朝ちょっと久々にバイク VMAX 乗って、やっぱね、自転車販売する人がね、自転車ばっか、自転車オタクになっちゃいけないと思うんですよ。やっぱ車も乗ったりバイクも乗ったり、やっぱいろんなことを経験して、それで自転車いいよってね、やっぱね、言わなきゃいけないんで、今乗ったんですけど、ちょっと前置きで長いですけど、めちゃくちゃ暑くてね、ちょっとバイク危険になりました。気温がね、もう30度超えるともうオーバーヒートしてエンジン止まりそうになるんで、ちょっとやめてきました。その後、僕のバイクガレージに足長橋が巣を作って、ね、たんで、やっぱね、ナミちゃんとリンちゃんの安全守るためにちょっとね、ホームセンターで一番高い、値段が高いスプレーを買って、ちょっとハチさんごめんなさいって言ってシュッと拭いちゃいました。で、今から切り口に向かいます。はい、夜は今日、火曜日が毎週火曜日は僕がご飯作る日なんで、今日はね、りんちゃんに明日何食べたいって言ったら、つるつる食べたいって言ったんで、今日はラーメンします。はい、という感じ、行ってきます。今日ね、失態、チェストマウント忘れた、もう忘れ物もない最近。時間がね、1時30分なんで、あと50分あります。すっかり夏ですね。で、今から行く、江田島ですけど、ちょっと切口港から、スタートして、どうやら、ね、イタリアのシチリア島っていうところの、ね、風景がなんか似てるっぽいんですよ。で、さっきね、Google でシチリア島画像で調べたら、なんかね、ちょっと熱海っぽい感じだったんで、熱海イコールモナコだと思うんで、多分ね、広島のモナコがもしかしたら江田島にあるかもしれないんで、そこをね、改めて僕は見てみようと思います。あそこね、コーヒーライドの聖地です。今日はなんか海水浴してる人いますね。裸の人がいますね。裸の人が。今から目の前に行くからね、こうすれ違うフェリーが、広島港、松山港のフェリーです。切口港に着きました。今から行きます。もう今日チェストマウントがないんで、ちょっと動画撮れませんけど、一応いいとこだったら、イタリア発見したら泊まって動画撮ります。多分この辺のことでしょうね。イタリアのシチリア島っぽいところっていうのは、断崖絶壁があって、
確かにあんまりねここ通らないですよね。みんな霧串から行くとしびれ峠の方行っていくから、まあ言われてみればそうです。確かに。いやでもねここよりねもっとすごいとこあります。あの倉橋島の桂浜の西側に行けばもっとねでっかい石がありますから、ぜひあのもし今度ね広島来ることがあったらそこ行きましょう。行きましょうって言って行けるかどうかわかんないけど一緒にね。何年か前ここね石が土砂崩れで通行止めだったんですよね。ここかな。すごいよな。でも島があって山があって海があって石があって絶景ですね。やっぱね広島はガードレールすごい。これサビで、うわ危ない危ない。これ自然にこうなったんですね、ガードレールがね。へえ。まあちょっと別件ですけど、やっぱりベルのヘルメットねかっこいいですね。モータースポーツでね今ね結構使われてますね。車のね F1 のトップね、アロンソがねベル使ってますから。ベル、あと昨日かおとといね2がやっぱ始まって、よくよく見るとベルのねジロのヘルメットなんか見なくなりますね。カスクとかメットとかは見るけど ベルも見ないな。なんかあんのかな、そういう何か不思議な力が。はい、ということで今日はパナソニックの CX で来ました。今日の目的はこの隠されたイタリアの地に来るということで、スコットではなくあえて自分の体に鞭を入れるためにブロックタイヤで来ました。 IRC の冒険ダブルクロスです。700-38です。やっぱり、ね、短時間だったらこれぐらい負荷があった方が楽しいですね。負荷がある、しかもよく走る自転車最高です。でこの後霧串からね今来たからぐるーっと回って三鷹から帰ろうと思います。多分、ね、あのフェリー三鷹行きのフェリーか。できれば5時ぐらいには広島港に戻りたいね。まあ大丈夫でしょう。はい、またところどころ動画撮っていきます。めちゃくちゃいいペースで走りでギリギリ間に合いました。16時10分の三鷹港発広島港行きのフェリー間に合いました。いやー楽しかった。三鷹港だと多分40分ぐらいですかね。多分距離ね30キロぐらいしか走ってないんですけど、多分あそこに見えるあの岩の辺でが多分あのイタリアのあの島みたいな感じだったみたいですけど、まあよくわかんないですけど楽しかったです。目の前に猪島ね。やっぱ島はいいですね。サクッと来てサクッて帰れるみたいな。はい、駐車場戻ってきました。今ねちょうど17時です。いやーよかった、楽しかった。やっぱパナソニックいいね。パナソニック最高です。よく走る。あとディスクブレーキじゃないし、なんかねやっぱ操ってる感があるから、本当のなんか自転車の楽しさがわかると思います。色がいいね。
早くあのカーボンフォークをね復活してもらえればね、注文してくれる方が3人から4人ぐらいいるので、もうパナソニックさんもうね自社工場で作るしかない、カーボンフォークは。それかもうちょっとね、あ、まあ諦めるっていうのはあれですけど、既製品のフォークが入るようにジオメトリーを変更するとか、もうちょっと柔軟に、まあ、僕は文句言ってばっかですけど、まあ多分ね解決できる何かがあるんだと思います。はい、でもそういうパナソニック僕大好きです。そういう真面目なところ大好きです。でもね真面目すぎちゃうと損することも多いんで、その辺を早く何かした方がいいんじゃないかなと、もう1時間に1回ですそう思ってます。はい、ということで、あの江田島のイタリアっぽい場所はちょっと僕は分かんなかったんで、まあ多分イタリア行ったことはある人はあれがやっぱイタリアだと思うみたいなんです。だからもしイタリア行ってみたい人はぜひ江田島にお越しください。はい、じゃあ帰りましょう。はい、早ダイヤル、何これ車にカビ生えてる、これすごいです、車ってカビ生えるんですね。新たな発見これは。帰るか。じゃあお疲れ様でした。ぜひねパナソニック購入の検討中の方はぜひ当店にお待ちしてます。あとパナソニック今持ってるけどちょっと手放したいなっていう方は、あの委託販売だと高く販売できるんで、とりあえず公式 LINE に問い合わせお待ちします。はい。